広島競輪場は広島県広島市南区宇品海岸にある競輪場。施設所有及び取材は広島市。土地所有は中国財務局及び広島市。競技実施はジャカ・西日本地下本部中四国支部。実況は株式会社 JPF で通常は和田敏子が担当。2020年よりモーニング競輪を中心に 大津直行も担当している。広島競輪場は1952年に開設された。毎年12月には記念競輪、広島ピースカップを開催する。また1989年1990年2008年には、ふるさとダービーが、1993年1999年2003年には、共同通信社配競輪が行われた。その他、 主な F1 競争として、現役時代に通算1,188勝を挙げた古田康久を称えた古田康久記念杯が開催されている。1979年2月12日、第6レースの終了後、場内アナウンスと電光掲示板で誤った着順が発表された。5分後に訂正されたが起こった約1万人の群衆が本館や 場内の車両に放火して騒然となり、残り4レースは打ち切りとなった。主催者側は交通費の名目で一人当たり3000円を支払うこととした。しかし、なお居残る者が多数いたため、最終的に約2000人については解決金として一人当たり2万円を支払っている。1994年に広島市で行われたアジア競技大会では、 自転車トラックレースの競技会場として使用された。なお2009年の広島オリンピック構想においては、東馬や広島県総合グランドなど、広島湾周辺を湾岸ゾーンとして定め、競技場を整備する計画が上がった。トータリゼータシステムは、富士通フロンテックを採用している。なお2015年度より株式会社、JPF による開催事務の包括委託が行われている。 2015年4月までにホームページに所在地のウジナを用いて自転車に乗る選手を表現したピクトグラムの新しい競輪場ロゴが登場した。さらに同年8月4日には工房により取りの新オリジナルキャラクターが決定し、広島ピースケと命名された。1990年代には本場開催を年間90日していた時期もあったが、2015年度の 場合は46日だった。一時期は赤字が続いたが、インターネット投票が追い風となって、売り上げが回復し再び利益を出すまでとなっており、2018年度は10年ぶりとなる繰り入れ金を復活させ、3億円を広島市の一般会計に入れた。2017年5月10日より、茂ゲ式投票にあたるチャリロトを発売している。なお広島は、 奈良競輪場、玉野競輪場、高松競輪場、高知競輪場とキャリーオーバーを共有するグループ C としての発売となり、キャリーオーバーの対象外であるチャリロト3は広島単独での発売となる。同社がネーミングライツを取得し、2019年10月1日より2年6ヶ月の間、チャリロトバンク広島を広島競輪場、 公営競技エリアの故障として用いる。400メートルを使用している。前述の1994年のアジア大会の際に大規模な改修が行われた。癖のないバンクで直線も長いため客室による有利不利は少ないが直線では中バンクより外がよく伸びる傾向がある。また選手の間では重いバンクと言われている。海に近い場所に所在しており、 ホームスタンド側の数百メートル南方は海岸となっている。一節4日完成開催となった2002年4月以降の歴代記念競輪優勝者を歴。記念の決勝戦発送前に和田年光アナウンサーがその年の流行語に合わせて選手を紹介するのが恒例になっている。ありがとうございます。